キックバック ちょっと歌えないんですけど、キックバックも歌えますよ。これどこでカラオケに変えるんだっけ。これか、ピョーン、よいしょ。でイヤホンさして、でイヤホン、これか。ここマイクのすごいですよね使いたがりっていうね。え、じゃあね、めっちゃねありきたりな曲なんですけど、365日の紙飛行機をね歌いたいんですけど、あ、ちょっとねこれ使い慣れてなくて、ほんまに365日のあるかな、あるか、紙飛行機、この曲、よいしょ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 、うわ、歌えるかなちょっと頑張りますね。ちょっとね、ちょっとね風邪ひいてたのでちょっとあれかもしれないんですけど、頑張って歌います。これはここで、これリバーブ何やっけ、リバーブはなしでいいか、よく分からんし、え、分からんや、いいか、頑張りますね。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中の力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日。待って、あ、一番だけなんですけどいいですか、はい、え、これってこのままでいいんかな、配信設定に変えた方がいいんか、え、ごめんなさい、お粗末様です、本当に。エンドロールさん、ずっと名前呼んでくださってありがとうございます。あ、トッチさん、ペンライトとかね、ハートとかたくさんありがとうございます。あ、待って、ここか、まだこっちか、まだこっち、あ、ごめんなさい、うるさかったですか、ごめんなさい。ちょっとじゃあコメントね、やっていきますね。ねるちゃんセンターの国境のない時代もいいですよ。え、かっこいい、そっちを聞きたい。キックバックですかじゃあ微笑みのポジティブ、ちょ、うん微笑みのポジティブシンキングで、なんじゃそりゃ。私声高くて、ちょ、間違えた、私声低くて女性アイドルだと高い声ない出ないんだけど、裏声じゃないまま歌える。え、でもゆうかもね結構ね苦手なんですよ、高い歌。一緒に練習しましょう。一番好きな歌歌って、え、いいんですか、あ、曲名か、ごめんなさい本当ににわかでごめんなさい。いい曲や、けいさんこんにちは、こんにちは。今ねちょっとね歌歌わせてもらってるんですけど、あの藤田優香と申します。徳島県出身の19歳です。ゆぴってぜひ覚えてください。あ、皆さんパチパチありがとうございます。ランシアさん、お疲れピーナッツです。なんか不思議に長居しちゃったからルームフォローします。ありがとうございますありがとうございます。ぜひ皆さんもフォローまだの方はぜひお願いします。
リバーブ少しかけた方がいいかもね。お、なるほど。リバーブ、エコー、1か2。え、じゃあちょっと1にしようかな。歌うとまあまあ高い声になった。そうなんですよ。タカさん、BGM 音量上げて。あ、すいません。次ちょっと歌うとき上げようかな。あ、1番だけね、歌わせてもらいました。ごめんなさいね。あ、すごい。フォローありがとうございます。IZZQ さん。フォローします。また来ます。また来てください。ヒロさん。ありがとうございます。え、じゃあなんか、ゆうかが一番好きな曲、歌わせてもらおう、じゃあ。え、せんちゃんさん、だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。え、じゃあ、ゆうかね、どこから変えるんだっけ、曲。再選曲？よいしょ。ばっかりで。あれです。よいしょ。これ。あれ？ちょっと待ってくださいね。ないとかないよな。ちょっと今曲調べてます。ごめんなさい。どこだ？ちょっとごめんなさいね。今曲頑張って調べてるので、ちょっとね、カラオケ配信使い方わからなすぎて。あれ？はにゃ？ないとかあるんですか？え？ないとかあるんですか？え？ちょっと待って、皆さんにじゃあ曲聞こうや。あれ？ねえ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 、最強ツインテールじゃなかったでしたっけ、曲の名前。あの、僕の好きな最強ツインテールって、あの歌の名前って最強ツインテールじゃないんですか？ちょっと教えてほしいんですけど。ゆうかの好きな曲ない、なんで。そうよ、ですよね、最強ツインテールですよね。え、あ、有名な曲ですよね。あれ入ってないとかあるんよ、最強ツインテール。検索結果がゼロだと？なんだと？合ってるよ。ですよね。ないんですけど、カラオケに。え、プンプンなんですけど、割と。アカペラで行こう。え、嫌です、嫌です。え、じゃあどうしよう。え、じゃあ、AKB さんじゃなくてもいいですか？ね、乃木坂さんのガールズルール歌わせてもらいたいんですけど、いいですか？ごめんなさい。さっき AKB さんの曲歌ったので、これ、ガールズルールはあってよ。ガールズルール。検索。あ、あった。ガールズルールもね、1番だけ歌わせてほしいんですけど、聞いてくれますか？リバーブじゃあ1ぐらいかけとこう。さっき言ってくれたし。あ、違う違う違う。ちょっと待って、ちょっと待って。ガールズルール。全然違うの選んどった。全然違う曲。え、合っとる？オッケーオッケー。BGM 音量上げてくださいって言っとったけん、上げて、オッケー。で、リバーブも1にした。オッケー。
海岸線をバスは進む空は高気圧これが最後の夏だから部活のメンバーと思い出作りの合宿前回にした窓から潮風に乗って波音が近づいてくるバスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう何でも見せ合える仲じゃないか1,2,3,4,1 女の子たちは真夏に恋して卒業してゆくガールズ彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたねガールズパパやママに言えない秘密の話いっぱいこの海に流したら忘れよういつか今日を思い出すまでごめんなさい、いけてましたか？ケンタさん、まる、のゆかさん、初見さん、ピピスマイル、あ、違った、ピピスマイル、ありがとうございます。マイヤンセンターの免許、これね、パパがめっちゃ好きなんですよ、この曲。最高じゃないの。ケンマルさん、坂道ファンですか？あのね、ゆうかのパパもね、めっちゃ坂道好きで、で、昨日の夜電話してね、何歌ったらいいかなって言ったら、ガールズルール、ガールズルールって言ってました。あ、小和さん、はじめまして。藤田優香と申します。徳島県出身の19歳やらせてもらってます。ぜひ、ユピで覚えて、フォローと応援お願いします。で、あ、誰だ？トッチさんかな？ペンライト、ありがとうございます。星野まさきさん、オッケー。お疲れ、ピーナッツです、小和さん。ごめんなさい、ちょっと今からね、コメント読み返していきますね。いい感じ、ありがとうございます。萌え萌え声、ほんまですか？可愛く歌うね。ありがとうございます。嬉しいです。ビッケさん、ピピスマイル。よしよしさんもありがとうございます。エンドロールさん、イエーイ。笑顔可愛い。ありがとうございます。嬉しい。あ、ムさん。音符ありがとうございます。音符ね、歌ってる時見えました。コツメカワウサさん、こんにちは。こんにちは。待って、何時今。やばい！時間ない。わ、皆さんパチパチありがとうございます。トッチさんペンライトありがとうございます。あ、誰だ？スノードロップさんフォローありがとうございます。乃木坂ね、一期生ほんまですね。マナッタンが卒業したらね、悲しい。乃木坂の2月のコンサート申し込みした。すごっ！いいなぁ。サトシオンさん、こんにちは。初見でありがとうございます。藤田優香と申します。ぜひ、ゆっぴって覚えて応援とフォローお願いします。電気ビリビリさん、お疲れピーナッツです。ちょっとね、そろそろ1枠目はね、終わろうと思うんですけど、時間ない、やばい。次は2枠目はね、5時40分から6時20分までやろうと思ってるので、ぜひ来てください。来てください。マシュマロキャッチします。あとね、歌もね、何曲か歌えたらいいなと思ってるので、待って、1000人超えとる。嬉しい。ちょっと待って。やばい、時間ないけど。あの1000人初めて超えたんですよ、視聴者数1000人ありがとうございます。ありがとうございます。今回うまくいかなかったら四国メンバーヘッド STU においでよ。お誘いされちゃった。じゃあね、あの嬉しい、1000人も超えれたし、歌も歌えれたし、あ、スクショ撮ってください、イエーイ。じゃあね、星集めもありがとうございます。じゃあ皆さん、また2枠目が5時40分からなので、ぜひ来てください。じゃあ、お疲れピーナッツでした。ありがとうございました。あ、壇上読み、ちょっと待って、壇上読みだけ待って、壇上読みだけします。ごめんなさい、時間ないけど、ちょっとイヤホン外そう。
もうねちょっとオーバーしちゃってもいいんですよ、次の時間削ればいいんで。ちょっとね皆さんありがとうということで壇上読みだけさせてくださいね、ごめんなさい。じゃあいきますね。じゃあ13位ケンタさんです、ありがとうございます。で12位がランシアさんです、ありがとうございます。で11位がカットくんさんです、カットくんありがとうございます。で10位がアオチャングさんです、ありがとうございます。で9位がザリマルさんです、ありがとうございます。で8位がアベッチさん、ありがとうございます。で7位がエンドロールさん、ありがとうございます。で6位がリョートくん、ありがとうございます。で5位がセンちゃん、ありがとうございます。で4位がストンコさん、ありがとうございます。で3位がユキオさん、ありがとうございます。で2位がんさんです。ありがとうございます。で1位がどっちさんです、いつもありがとうございます。皆さんね本当にありがとうございます。ほんまにちょっとバタバタになっちゃったんですけど、まずは一つ目は昨日配信休んじゃって申し訳ございませんということで、で二つ目は皆さんも体調お気をつけください。で三つ目は1000人超えました、嬉しいです。四つ目は皆さんフォローたくさんありがとうございます。で五つ目はお疲れピーナッツでした。はい、じゃあ皆さんねこれでね終わりたいと思います。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ではね皆さん良い週末をお過ごしください。ぜひ次は5時40分からなので来てください。お疲れ様です。お疲れピーナッツでした。